宝塚市にあります。明治18年に創業、温故知新の精神を持ち続けられ、おしゃれなカフェも併設されています。幼稚園さんにやってきました。
ルカフェ、パルコジョキで休憩します。
最後まで見てくださってありがとうございます。無理せず楽しく過ごすアラフィフ生活、人生折り返し地点、楽しんでなんぼの裏庭庭でした。